先生やで、さあお願いします。油パンになってるね。先生やで、先生、ほら先生さすがって言われてるよ。だってプロやもん。で、これ誰と喋ってるんですか。これニコ生で配信するんですよ。あ、そうなんです。会場、会場すごい出てくれて、こんなに失礼します。誰か今、今言ったもん。はい、アホかと思いました。一人で喋ってるって先生、一人で喋ってるって思ってて会長、長いこと喋ってくれましたよ。将棋しながら。 YouTuber さん。あ、YouTuber です。今ニコ生流行りの、この前流行りの、流行りの YouTuber。 あ、来た。はい、チャンス。はい、こうね。そうです、ライちゃん。はい、はい、
で、こっちまっすぐでした、ちょっと斜めに、斜めぐらい、元気な時に先生ごめんなさい、いいよ、しゃあないよ、みんないっぱい、じゃあ、体験で終わるまでいいいいですよ、絶対じゃないから大丈夫ですよ、偉いですよね、先生が、この子を私、風邪ひかしたら僕は責任問題、ほんとや、先生偉いわ、あ、じゃあ、え、先生見てくれるの？あ、ちょっと見ます。え、マジ？本当？私、バックの昨日ほったらかしよったで。なんかこう気ぃ使わんとあかんねん、悪いなと思って、うまい人ばっかりやから。あ、先生ごめん、携帯だけ持ってもごめんなさい。これさ、私使うとき迷うんですよね。これ、どれでもいいんですか？いや、もうどれでも。まあ、本当試合前の、その人が、試合前の人はが大なんか大体使いたいこれとかあれとかあれだと思うんですけど、あ、大きいから、そうそうへえ、しっかりしてる、はい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 、試合前だったら譲ってあげた方がいいです、
へえ、で、そのプロっぽい人分かるんですよね、私が。勝ち合わせになると、言うてくださいね。トレーナーさんとかも言ってくれると思う。あ、言ってくれます。なぜかなんかこことかそこ隣とか使うことない。言ってください、全然譲りますよ、そんな私。どうしました？あ、ごめんね先生、ちょっとだけ見てくれんなんて。先生真面目やわ先生ね。真面目から真面目勝ちますもんね。お願いします。終わりでいいですか？近いですか？あ、近い？大体伸びても当たんないところから。そう、私昨日ポカポカ当たってて。あ、そうなんだ。そう、大体このくらい当たってるんで、はい、当たらないところぐらいに行きますか？当たらないぐらいです。から、はい、踏み込んで、当たりを踏み込んで、ちょっと前行けってことですか？はい、1、はい、しっかりここで当たりを。あ、ここ、はい、今来るとこうなってる。あ、猫ちゃん、はい、なんか売ってたらもうこのこと忘れますよね。そうそうそう、はい、そこで当たるよ、はい、その時ここ固定するようにします。はい、ガッと力に、はい、ダブルスピード、スピードね。はい、よく見てもらって違った、ラッキー。先生やっと解放される。あれ固まってもうた、これ固まってる。あ、ドラちゃんやわ。先生レッスンしようね、レッスン、体験の方のレッスン。動いた。あれ止まってる、これ今休憩やろ。重たいね、なんか。